皆さん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。10月も中旬に差し掛かり、いよいよもって秋も深まってまいりました。いやー、オリンピックイヤーであった令和3年も残すところあと2ヶ月と少しか。ほんの少し前まで去年だったのに、時間の経つのがめっちゃくちゃ早いぜ。これもステイホームで季節感を感じにくかったせいかな。年がら年中家にいるあんたはともかく、このステイホーム時代、まだまだ家でお過ごしになられる方も多いかと思います。そんな、秋の夜長のお供におすすめなのが、江戸時代を舞台にした、時代劇、時代小説です。まあ、このチャンネル柄そうなるよな。その劇中に最もよく登場する役柄が、そう、同心、岡っ引きと呼ばれる人たちですよね。鬼平であれ遠山の金さんであれ、この二つの役は欠かせないもので、まさに時代劇といえばそれ、という人も多いかと思います。俺は同心といえばやっぱり必殺の中村モンドで、岡っ引きは銭形平次だな。同心は、今でいう江戸の警察官であり、岡っ引きはその私的な協力者、という位置づけであったんですが、これらを統括していたのが、ご存知江戸町奉行所。現代で最も有名な江戸時代のお役所であるかとは思います。確かに、金さんがお知らせしたり、モンドたち同心の部屋があったりと、時代劇では何かと出番が多い場所だよな。ただ、ご存知の通り、町奉行所は警察業務や裁判ばかりをしていたわけではありません。江戸の町の行政府、今で言えば東京都庁のようなものだったんだよな。そう、ただ、100万都市江戸における、民政、警察、消防、司法などを担当した奉行所に当てがわれた役人は、与力50機、同心240人ほどでしかありませんでした。そのうちの警察業務にあたる、町回りの同心は南北合わせてもわずかに30人にも満たなかったというから。今の東京都の人口1万人あたりの警察官の数が35人っていうから、江戸100万のうち、町人が50万だとしても、ちょっとどころじゃないほど少ないよな。もちろん、これは奉行所に配属された正規の幕臣の数であって、武士身分でない奉公人や、協力者である岡っ引きなどは数には含まれない。警察だけに限らず、これほどまでに奉行所の人員が少なかったのには、町方で出た火は自分たちで消す、町火消しのような体制に代表されるように、町の統制や軽犯罪、軽い揉め事などは、町年寄りを筆頭とした、町割ごとに定められた自治組織に任せていたという背景がある。村の共同体と同じで、江戸も各町ごとの自治、自衛で成り立っていたってことか。では、町奉行所は何をやっていたのか、ということなんだけど、これまで断片的なことはやっていても、あまりしっかりとした解説はしてこなかったのよね。確かに。というわけで、今回から2回にわたりまして、世界最大の都市江戸を管轄した町奉行所のお仕事。第1回目の今回は、町奉行のお仕事や奉行所の役割、またその要因であった与力、同心がどのような人たちであったのか、という部分をゆっくりと解説していきたいと思います。時代劇では主に警察署、裁判所としての側面しか描かれていない奉行所だけど、このチャンネルでも幾度かご紹介した通り、江戸三奉行の一つである江戸町奉行は、江戸の町の民政全般を司った幕府の重職で、現在で言えば、東京都知事、警視総監、東京地裁裁判長などを兼ねたような役職で、奉行所はその町奉行の役所兼役宅にあたる。奉行は国策にも関与し、最高裁判所や国会にもあたる、評定衆のメンバーでもあった、幕府のトップ官僚だったんだよな。この町奉行の定員は2人。時代によっては中町奉行が設置され、3人であった時期もあったんだけど、すぐに廃止され、そのまま幕末まで2人のまま推移した。奉行の役宅は、それぞれ南町奉行所、北町奉行所っていうよな。そう、2人の奉行は、その役宅の場所の位置関係から、それぞれ北町奉行、南町奉行と呼ばれていた。北町奉行所は呉服橋門内、今の東京駅の日本橋口前に置かれ、南町奉行所は火事橋門内。つまり、今の有楽町駅構内にあったわけだから。南北とは言っても、役所自体は目と鼻の先同士であったというわけだ。
これは勘違いされがちだけど、今の警察署のように、区域を南北に分けて管轄していたわけではなく、どちらも担当は江戸全域。その中で奉行所では、武家、寺社を除いた、市民の行政、司法の事務を行っており、江戸の民政に関わる施設の管理監督、町からの嘆願や、庶民の訴訟、犯罪者の採決をするのが主な仕事であった。伊織先生の小石川養生所や、鬼兵の提案でできた佃の民俗寄せ場。それから、石で縦脇で有名な小伝馬町の牢屋敷も町奉行の管轄だったのか。小屋奉行は忙しいはずだ。この中で最も忙しかったのが、もちろん訴状の吟味であり、奉行所の門は朝開き、夕暮れと共に閉められるんだけど、朝なり夕なりと嘆願書や訴状が頻繁に持ち込まれ、さばいてもさばいても山のように積まれていたというから、奉行の一日の取り扱い案件は20件から40件にも及んだと言われている。そりゃまあ、こんな人数で民事も刑事もさばいていては。よって、奉行は南北で月番交代をとっており、訴訟の受付窓口となる奉行所も月ごとに変わった。これはその月頑張れば、翌月はゆっくりできるってことじゃないんだよな。そう、まずいくら訴状が多いからといって、奉行は朝から奉行所に缶詰とはいかない。まず、月番の奉行は、毎日朝10時に途上して、城内の不要の間にて事務を行わなければならず、午後2時頃に戻って、ようやく吟味、訴訟に手をつけることになる。2時って、もう1日終わるじゃん。それからどうやって何十件の訴訟を裁くんだよ。そう、だから取り調べ、規律などの訴訟の事務仕事全般は、すべて吟味役、霊繰り型と呼ばれる部下が行っており、その後にようやく奉行の手に乗ったのよ。あれ、時代劇だと自らが操作して、お知らせでも真ん中に立ってやるのが定番だけど、あれってフィクションだったのか。うん、奉行は知らせの時は奥の小座敷の中で様子を伺うだけで、被告と言葉を交わしたのは、最初の挨拶と、最後に判決を伝えることくらいであったというわ。なんじゃそりゃ。まあ、判決に関しても、奉行は部下から上がってきたものに特に疑問がなければそのまま追認し、過去の判例に照らし合わせ、重罪法以下であればそのまま刑を宣告し、それ以上の重罪であれば、老中にお伺いを立て、決裁を受けた後に判決、執行となった。部下に任せっぱなしの流れ作業って感じだな。正直、これらにドラマのような奉行個人のお情けが入る余地が全くなかったのかといえば、そうでもないと思うけど、基本は、そんなことを考えている暇がないほど奉行は忙しかったというわけで、たとえこれが非番の月であっても、訴訟の残務や、途上しての老中との打ち合わせなど、休む暇もなく、さらにお城だけではなく、老中所の出席や、相方の奉行との打ち合わせなどもあり、町奉行はとんでもなく多忙を極めた。町奉行は忙しすぎて過労死する人も多かったっていうしな。それで言えば、何十年も勤めた大方助けや、南北の町奉行を歴任し、大目付、勘定奉行まで勤めた金さんは、いかにスーパーマンであったことか。あと、金さんと鳥居養蔵の関係のように、南北の奉行所が犬猿の仲かのごとく描かれるドラマもあるのだけど、そんなことをしていては、肝心の奉行所の仕事が滞ってしまい、負担が増えるだけよ。そりゃそうだ。それにどんなに有能な人物でも、その道に専門性があるわけではなかったから、その煩雑な事務仕事をきっちりこなしてくれる奉行所の役人の存在が、町奉行にとっては必要不可欠であったわけなのよ。長年のベテラン検事や刑事の中に、優秀とはいえボンボン旗本が突然トップに立つわけだからな。奉行の任期は長くて数年だから、彼らが奉行所を支えていたのがわかるよな。そうね、だから町奉行は部下たちの扱いには非常に気を使ったらしいんだけど、そっぽを向く者もおり、うまく意思疎通が取れない奉行が多かった。確かにな、武士の基本である主従関係においては、より軌道心は将軍の家来であって、奉行のそれではないからな。それを考えれば、金さんら名奉行と言われた人たちが、部下の人心掌握に長けた者が多かったのはそのためか。それで、そんな町奉行を支えた奉行所の役人が、どのような人員で構成されていたのかというと、
三千石級の大臣旗本である町奉行を筆頭に、奉行の家臣である内与力、その他、直臣である組与力、組同心と呼ばれる御家人で構成されていた。御家人ってことはお目見えか。なんだか百万都市江戸を統括する組織にしちゃ小粒なような。まあ、江戸町奉行とは言っても、お触れや重罪人の判決など、重要ごとはすべて老中の裁可を経て決めていたし、それに、庶民や犯罪者相手という関係上、それほど上位の者の仕事とはみなされていなかったという側面があるのよね。奉行所には、南北それぞれに組と呼ばれる部隊が組織されており、奉行所の与力同心は、必ずそのいずれかに属したんだけど、1番から5番まである各番には、同心支配与力をリーダーに、本与力5期、同心20人を基準として配置され、総員は適宜変更されたけど、延享2年に自社の門前町が町奉行支配となって以降、南北各与力25期、同心120人が定数となった。与力の補佐が同心で、必ずセットで置かれていたってことか。この時代劇でおなじみの与力、同心というのがどういった武士たちであったのかを、少し説明すると。与力、同心という名称は、戦国時代の頃の主従関係によらない軍政の名残であり、江戸幕府になってからは、基本的には御家人に与えられる、職名そのものを指すものとなっていた。そして、この御家人は大まかに、家に対して俸禄が支給される不代席と、お役目限りの幕臣である抱え席の二つに分かれているんだけど、奉行所の与力同心は、すべて抱え席であり、表向きは一年契約の、非正規幕臣であった。じゃあ中村モンドのようにやる気がない同心は、下手すれば首、戦と率が泣くんだぜ。まあ、町回り方は奉行所の同心の中ではエリートだから、やる気がないものはそもそもなれないんだけど、よほどのことがない限りは原則更新で、さらにお役目を引退するときに、慣例的にその子、または指定した親族を奉行所入りさせることができた。じゃあ実質終身雇用の世襲制と変わんないじゃん。だから異動もなく、親子代々の縄張りを持った古つわものが大勢おり、その変化、これだけの人数で江戸の訴訟、治安を維持できた要因の一つであるのよね。これら町奉行に配属されていた与力、同心を町与力、町同心と言って、八丁堀にまとめて組屋敷を与えられていたため、通称八丁堀の旦那の異名を取る。出ました八丁堀の旦那。この中の管理職にあたる与力は、騎乗格を有するお目見え以下の御家人で、治療は平均200石。御家人なのに、治療取りってこと。まあ、治療とは言っても特定の領地はなく、南北50期の町与力は、上総、下総1万石の旧地からそれぞれに分配されていて、志向6民で、80石ほどの収入があった。実質蔵前ってことね。6だけで言えば、お目見えである下級旗本を忍ぶものであったけど、犯罪者を扱うという点から、浮上、とされ、他の与力の中でも一番格下であった。まあ、確かに犯罪者を拷問にかけたりするんだろうけど、仕事だし、それを浮上って言われると、切ないな。そして同心は有名な30票二人淵、足軽にあたる最下層の御家人。ただ、足軽とはいえ、他藩のような日雇いの百姓ではなく、皆直臣であり、れっきとした侍身分なのよ。大将の台頭が許されているからな。ただし、30俵二人淵なんて6で、物価の高い江戸ではまともに食べていけなかったのは以前にもご紹介したところだけど。そう、確か下級御家人は笠張りや朝顔の栽培などの副業をやって、なんとか口に海苔をしていたんだっけ。もちろん、肩で風切る八丁堀の旦那衆も、せっせと服用に勤しんでいたわけなんだけど。やっぱり夜な夜な悪を成敗するあの裏かようかな。諸説ある八丁堀の七不思議と呼ばれるものの一つに、樹舎、医者、犬の糞、というものがあるけど、これは武家地である八丁堀に、なぜか学者や医者が犬の糞のごとくいるっていう意味の言葉ね。それって単純に医者や学者が住んでいたってことか。そう、なんと八丁堀に組屋敷を与えられていた与力同心の大半が、その屋敷地の一部を他人に貸して、不動産収入を得ていたと言われるからなの。お上から配慮したお屋敷なのに、
それっていいの？まあ、表向きにはダメだけど、幕府も見て見ぬふりをしていたというのが正直なところ。ただ、得体の知れないものに貸すわけにはいかないので、素性の確かな医者や学者に貸していたというのよね。まあ、武士はなんであれ服用自体禁止だったけど、幕府も食べていけるだけの給料払えないわけだから、ことさらに咎めることもなかったわけか。それから、町方の与力、同心で特筆すべきはその付け届けによる収入。江戸市中の揉め事を処理する役職である彼らは、懇意にすれば何かと便宜を図ってくれたことから、諸侯や商人からのボンクレの贈り物がひっきりなしで、同規模の幕臣に比べても生活ははるかに豊かであったと伝わる。当時は国元から来た大名の家臣がよく揉め事を起こしていたらしいからな。そういうのを大名家に傷がつかないように、穏便に処理してもらうよう手配するのも留守居役の大事な仕事だったっていうし、当時は当たり前の礼儀みたいな感じだったんだろうけど、公務員が金銭で便宜を図るって、今だと汚職に当たるよな。もちろん、これは役目に対する公的な役得であって、当時は悪いことではなかったのだけど、ある与力の水頭帳によると、俸禄収入80両に対し、貸付による地代、付け届けの総額が84両とあるから、総じて400から500石クラスの旗本並みの収入があったことが伺える。殿様である旗本に比べ、雇う家来の数が少ないから、相当贅沢な暮らしができただろうな。うん、中にはもっと羽振りの良かった与力もいたらしいけど、ただ、これは役付きの与力や、周り同心などの一定の役のものだけで、すべての町方の与力、同心がこのように裕福であったわけではないことは一応付け加えておくわね。中村門戸は実際は裏稼業なんて必要ないほど、相当美味しい立場だったってことか。しかし、今で言えば社宅にあたる土地を貸してしまうなんて、マジちゃっかりしているよな。彼ら町方の大まかな仕事は、主に訴訟の受付と、有名な町回りなどの警察業務のほか、町奉行の管轄する江戸の様々な組織の監督、監視など多岐にわたり、臨時の役や兼務も多く、時代によっても大きく違うから、あくまで参考程度にしてほしいんだけど。これが大まかな奉行所の役割になるわ。奉行所の文化は、基本各セクションごとに与力数名を翻訳として、補佐の同心を置くという組み合わせであるけど、時代劇で有名な三回りのような、与力を置かない、同心だけの役回りもあったわ。基本キャリアが配属されない、捜査一課みたいなもんかな。まず、文化のない本与力3期が、3交代で宿直し、書務受付、事務をする当番方。これは主に新人の与力が任命され、この職で仕事内容を学ぶポストよ。警察で言うと交番勤務みたいなもんか。当番方はお知らせの売席や、取り物、検視の出方も担当し、専任の与力3期のほか、年寄り同心3人と、物書き同心3人、アトム役の若同心の全員が配属された。なるほど、組役は24時間対応の何でもや、言ってみれば奉行所の常備兵力みたいなもんか。それから、日々役所に出勤する内役。今でもデスクワークの人を内勤なんて言ったりするけど。つまり、今で言うホワイトカラー、エリートがつくポジションだよな。この中から、特に有力であった3つの文化をご紹介。1つ目は、奉行所のナンバー2で、実質の実務責任者である年番方。これは年番とはあるけど、交代はせず、古参の有能な同心支配役の与力から選ばれる、事務次官のようなポストで、他の組でいうところの番頭にあたり、総務、人事、給与、経理などを司る、いわば奉行所の心臓部とも言うべき部署で、数年で交代する奉行以上に、権限のあった与力ね。奉行所の陰の支配者ってとこか。契約幕臣である彼らにとって、首が繋がるか、世襲できるかは、この年番方与力のさじ加減にかかっていたと言っても過言ではない。定員は3人で、ここには同心6人と、物書き同心が2人ついた。そして2つ目は用部屋。ここは内与力と呼ばれる公用人6人と、目安型4人が詰める玄関脇にある部屋で、手付同心10人を指揮し、刑事弾案の調査機構や、
舞踊の制作を推進する、舞踊所の中心的な役割を担っていた部署よ。うちよりきって言うと、よりきとは言うけど、このうちよりきはもともとは町舞踊の家の家来であり、陪審にあたる。ただ、舞踊がその職にある限りはよりき待遇として幕臣となり、舞踊の側用人、個人秘書として重要ごとを取り仕切った。アウェイな舞踊にとっては、この家臣であるうちよりきは最も頼りになる存在で、舞踊と組よりきとのつなぎ役としても機能し、舞踊が仕事上の本音が言える、唯一の存在であったと言える。そして三つ目。これはさっきも紹介したけど、お知らせを実質取り仕切る役目、吟味方になるわ。お知らせ担当って、まさに花形だな。そう、舞踊所役人にとって、吟味役は花形中の花形。定員は翻訳4期、助役4期、見習い2期で、そこに補佐の同心20人がついて、舞踊所のメイン業務である、訴訟の審理と裁判を行い、結審に向けた事務処理も行う。起訴から結審、判決、そして刑罰執行の立ち会い人まで、担当よりきが一人で受け持ったわ。今の裁判官兼検事か。すごい高度な仕事をしているけど、これで契約社員の御家人なんだよな。プータローの無役の俸禄泥棒な旗本がたくさんいる中で、本当にすごいぜ。そして、最後は外回りを担当する外役。有名な町回り同心を含めた外回り要員の部署だけど、これ見ると様々な回り役があったんだな。まあ、大まかにそこの役人や町人を監視、監督するために派遣される、監査官みたいな職種なのだけれど、当然そこには袖の下があったから。特に町方相手の回り役なんかは、かなりの付け届けがあったようね。といったところで今回は終わります。あーれー、肝心要の城町回りの解説はどうしたんだぜ。それに岡っ引きもまだだし。はい、縁も竹縄ですので、それは次回にゆっくりと。うむむ、待ちきれないんだぜ。しかしまあ、今回のお話でよくわかったのは、お舞踊様が忙しいってのもそうだけど、舞踊所のような高度な仕事をするお役人が、すべて非正規の御家人だったことだぜ。高級な与力はともかく、同心の30票に人淵なんて6では、どう考えても食べていけないからな。役人が袖の下に走るのはわかる気がする。江戸後期には食べていけない同心はもとより、与力ですら、お金で身分を売ったりすることが後を絶たなかった。売ったものを養子にして、そいつに後を継がせることが可能だったんだよな。つまり、武士身分を売買できたと。そう、だから、これを御家人株、なんて言って、身分を欲しがる裕福な町人や豪農、武家の次男以下のものに盛んに買われたという。江戸時代はいろんなものが売り買いされていたけど、まさか身分までとは。幕府も金に困っていたんだったら、無職の旗本を首にして、その身分を町人に高く売りつけてしまえばよかったのにな。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか。最後に皆さんのご意見ご要望。よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけますと大変励みになります。他の動画、姉妹チャンネルもぜひ見てくれよな。では、本日もご視聴ありがとうございました。